ビクトリー、ビクトリー、とは、日本の元競争馬である。2007年の、第67回サツキ賞優勝馬で、半アニにリンカーン、父サンデーサイレンスがいる。2006年11月5日、竹豊を背に、新馬戦で一番人気で勝利した。続く、ラジオ日系杯にサイステークスは一番人気、ふさ地方王の日着に敗れたが、 地方とと僅差でああったた。ことから素質をるした明けて2007年、当初、若駒ステークスを予定していたものの、前奏での激戦からか、腰に疲れが出たため戦列を一時離脱した。3歳初戦には、サツキショートライアルの若葉ステークスを選択した。この競争では、竹豊か,から乗り換わって、岩田康生が騎乗した。急闘というショ数で相手関係もあり、 一番人気に支持された。道中折り合いを書いたものの、直線で抜け出し勝利、サツキ賞の優先出走権を獲得した。迎えたサツキ賞当日、ヤヨイ賞優勝バードマイヤーオーラや、デビュー以来4004勝重賞3勝で無敗の不再地方王などの、重賞優勝馬が人気を集め、ビクトリーはトライアルを一番人気で制したにかかわらず7番人気と低評価であった。 レースでは2コーナーあたりから花を奪うと、2番手のサンツェッペリンと共にペースを落とし、レースの主導権を掴んで進めた。そして、最後の直線では、互いに牽制し合って、仕掛けが遅れた夫妻地方王やアドマイヤオーラを尻目に、サンツェッペリンとの叩き合いを制し、ゴール直前ようやく追い込んできた夫妻中央の追撃もしのいでゴール、サツキ賞を勝利した。安状の田中勝春は、 初騎乗であったが、馬の行く気を損ねずに先行し、折り合いをつけて自分のペースに持ち込んだ高騎乗が光った。また、田中は、この勝利で自身の中央競馬、ジェイプニー、GI 連敗記録、139をストップさせた。なお、このレースの配当は、最後まで戦闘争いをしたサンツェッペリン、15番人気が2着に入り、 三連単では162万3250円を記録するなど、後配当となった。その後、東京優秀、日本ダービーでは、不採地方王に続く二番人気に押された。しかし、スタートでの出遅れが響き9着に敗れた。その後、ノーザンファームへ放牧に出され、8月22日頃に、帰給し、神戸新聞杯に出走。秋の安城は、岩田光星が、 再び起乗することが発表された。その神戸新聞杯では、直線で早めに抜け出した浅草キングスをかわすことができず、また後方からドリームジャーニーに刺され3着となったが、菊花賞の優先出走権を獲得し、第68回菊花賞に出走した。レースでは、道中かかってしまい、最終コーナーでは先段のペースについていくことができず、16着に敗れた。 続く第27回ジャパンカップではクリストフルメールが起乗するものの再開18着となり当初予定されていた有馬記念は回避して放牧に出された。2008年は2月5日に帰球し初のダート戦のフェブラリーステークスに向かうことになったが途中で競争を中止したフィールドルージュを除いて再開15着だった。その後再び芝に戻って 大阪杯に出走するが9着で、レース後は、グリーンウッドトレーニングへ、短期放牧に出され5月1日に帰休した。そして5月31日の金車地賞に出走したが、レース中に右肩箱を発症、終始後方のまま14着と大敗した。2009年は1月5日の京都金杯から始動、浜中春とのコンビで挑んだが、ブービーの15着と大敗した。 続く2月21日の京都記念では、スタート後花を切ると最後まで粘り、3着と、構想した。3月14日の中京記念では、前奏の内容が評価されて3番人気だったが、4着に、終わった。続く大阪杯では、和田隆二とのコンビで挑んだが、ブービーの11着と大敗、金舎地賞では、道中2番手からレースを進めたが、直線で失速し12着と大敗した。 この後は、休養に入っていたが、おとなしは、サツキショ賞以降ずっと勝っておらず、クラシックホースとしてこれ以上走らせるのはどうかとして8月13日付で、競争馬登録を抹消され、現役を引退した。2010年から種ボバとなり、八代大スタリオンステーションで、つなぎ用されていたが、2014年シーズン限りで、種ボバを引退。 その後は2カップホロシリ乗馬クラブにて乗馬としてつなぎようされていたが2017年8月3日に死亡した死因は急性出血性大腸炎3歳夏までは調教でまともに走らないとやんちゃし放題の馬であった札ツ賞の一周前の追い切りにおいては安状を振り落とし空馬の状態で反路を48.6秒で駆け上がる などということもあった。また、レースでも好きに行って、逃げ切れれば勝ち、というレーススタイルで勝っていた。調教師サイドは、気象の改善や、先行の競馬を覚えさせることを狙い続けてきたが、菊花賞以降は、大敗を繰り返していた。5歳春の京都記念では、芝レースでは、サツキ賞以来の短期逃げお店3着に入ってる。母グレースアドマイヤは4歳品馬特別3着。 府中ヒン馬ステークス2着の成績で、半アニに、東京優秀、日本ダービー優勝馬フサイチコンコルド、全弟にミラクルアドマイヤ、判定にボーンキングと、サツキ賞優勝馬アンライバルドがいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。